ミケルベスガンアルティは、スペインバスク州、アラバ県ビトリアガステース出身のサッカー選手。プリメーラディビシオンアスレティック、ビルバオ所属。ポジションは MF。地元ビトリアガステースに、本拠地を置くシーディアウレラデビトリアで、カンテラ時代を過ごし、2012年にトップチームに、昇格。テルセーラディビシオンで、プロデビュー。2013から14シーズンはデポルティーボアラベスの、 B チームでプレーし、2014年7月にアスレティックビルバオと契約。参加のビルバオアスレティックに送られ、B チームで2シーズンプレーし、79試合4ゴールを記録。2016年7月にトップチームに昇格。2016から17シーズンに念願のラリーがデビュー。6試合で起用された後、2017年1月25日に、 スポルティングでヒホンへのローン移籍が決定。4月15日のレアルマドリード戦でリーガー初ゴールを決めるも、イスコに2ゴールを決められ、2から3で敗戦。ヒホンは、同シーズン18位に終わり、西軍ダディビシオンに降格。シーズン終了後に、ビルバオに復帰した。2017年10月14日のセビージャ、FC 戦でビルバオ初ゴールを決め、1から0で勝利。 しかし、2017から18シーズンは、リーグ戦12試合の出場で終了。2018年7月4日、CD、レガネスへの1年間のローン遺跡が発表。9月26日の FC、バルセロナ戦では、0から1からの大逆転勝利に貢献。同、シーズンレガネスは13位で終え、リーガ残留に貢献。シーズン終了後には1、FC ケルンが、 ベソガの獲得に興味を示したものの、ビルバオに復帰。2019から20シーズンは20試合に出場した。ありがとうございます。